バターとか全く見えないんだけど、画質悪いでしょ絶対。大丈夫ですか。なんか戻ってきたかも。あ、ちょっと良くなってきたかも。だんだん。髪巻きすぎてって受ける、イエーイ。ヤッホー。今日はね、何時起きやったかな、もう覚えてないくらい。だってもう本当に昨日、もうバタって寝ました記憶ないですもん、昨日いつの間にか寝てたもん。で、いつの間にか起きてた。もう起きた時の記憶もないですね。何時に起きたんだろう6時くらいです。いや、もっと早かったか、まあそんくらいですね。もう記憶なくなった。何時に寝たかも覚えてないもんでも起きれてよかったです。だからさ、昨日さ、もうアラームかける前に寝てたんですよ。なのにあれ起きれたんです。もうマジ運良いと思ったね。今日はもう神様が助けてくれたと思ったすげくね。はい、ということで今日は早起きできました。イエーイ、奇跡だね。よくわからんとこで奇跡を。めっちゃもう気をつけすぎて油断してなかったからですね。起きれない起きれないと言いながら意外と起きる。4時起きくらいかと思ったけど案外遅い確かにね6時普通。いや早いですよ、早いですよ。6時は何時に寝たか分かんないけど6時は早かったな。まあ昨日がさ、あれ終わりが早いとかならいいじゃないですか。でも劇場公演が結構遅くまであったから6時は早かったですね。9時は早い早いですよ。眠かったな朝から。頑張りました。今日はまだレッスンだったので良かったですね。その、すごい朝から撮影とかじゃなかったから楽しかった。今日もレッスン楽しかった。一瞬で終わってこんなんかでも、なんかすごい朝早い集合でもうメイクもしていかなきゃいけないみたいな日とかはもう地獄です一番地獄。メイクね、今日はメイクをそんなすることなかったんでよかったです。
今日も言うてですけど、もう11時過ぎてるからね、遅いね。え、前髪巻きすぎた。もうめっちゃ悩むんだけど、私本当に毎日この話して申し訳ないんですけど、前髪をこのまま伸ばそうか、ちょっと短くするか、パッツンにするか、もうめっちゃ悩んでます。何今のこの前髪クロンクロンなんですけど、この今の長さが一番もう大変、この伸びかけみたいな、長いけど短いみたいな。何が好き皆さん、本当私優柔不断すぎて何にも決めらんないわ。髪型とか一番決めらんない。うん、なんかちょっと大人っぽいお上品なお姉さんみたいな、なんか長いけど、ま、何目にかかるみたいな、巻いていいちょっと薄めのくらいが、そう、憧れなんですけど、ちょっと私のこの前髪は短いんですよ。っていうのもおでこが狭くて、っていうか、まあ苦労しますね。もうパッだから、いっそのこと、私の髪質的には絶対パッツンが一番合うんですけど、いやちょっとなんか、いやでも前髪見ますもんねまた重くしようかなとか、まあ考えたり、まあ、一番漏れるのは重いやつなんですよね、重めのパッツン。あのね、5月くらい、去年の1年前の話してるくらいの前髪が一番、5月6月くらいあたりの。いや、まあ悩むよな、常に悩んでる。でも染めたいとも思うし、染めるならとか考えたり、すいませんね、いつもこの話ばっかりしていつも髪型の話ばっかり。初期は重すぎたな、初期は。でも前髪あった方が落ち着くしな、でも伸ばしたいしなとか、まあ、いろいろ悩んでますね。でもこのちょっと今の長さがすごい、でも切って後悔するのも嫌やしなみたいな。いや、それはなんか切ろっかな。でも頑張ってここまで伸ばしたじゃん。でも切ったら切ったで超うるさいやつになってる。切ったら切ったで、あ、切ってよかったなって思うと思うんですけど、美容師さんに軽めが似合うって言われて、そうなんです、美容師さんには軽めに、もうちょっと幅を取って軽めにした方がいいみたいな言われたんですけど、私前髪の癖がすごすぎて、軽くしたらブワーンみたいな前髪になっちゃうんですよね。悩みますよ、ほんと困ったもんですよ、癖っ気ってのはまあ切ろうかな、分かんないけど、ちょっとね、うん、早めに決断しようと思います。ちょっとね、そうですね、ホティーズタイムズの時のヘアスタイルがいい、うん、ポニーテール、ポニーテールどんな、え、私あれ前髪なかったですよねえ、あれは前髪だ、私なかったですよね、ポニーテール長かったね、髪だけ。大阪公演の時の髪型、大阪公演、大阪公演、大阪エイトの日、めっちゃ昔だね、こうやってなんか思い返してみると、あの日は多分髪巻いてて、前髪をね上げてたと思いますね。よく覚えてるな自分って思いました今。
髪型意外と覚えてる。でも私結構いろんな髪型してますよね。っていうのはヘアアレンジはそんなしてないけど、ツインテールとかもしないじゃないですか。クマさんヘアとか、あ、髪型のレパートリーはその何ですか、少ないけど、何ですかね、前髪伸ばしたりパッツンだったり、軽かったり重かったり、普通に後ろ髪長かったり、急にボブにしたりとか、割とまあ飽き性っていうのがあるんですけども、いろんなヘアスタイルを楽しんでるなと思うんですけど、みんなどうですか。まあ好みですよね、それぞれですよね。自分わかんないわ、自分じゃ。結構さあるじゃないですか、皆さんってあるでしょ、絶対推しメンのこの髪型が一番好きだな、この美女が一番好きだなみたいなあるじゃないですか。でもそれぞれだよねそれぞれだよね、うん、まあこれからもいろんなヘアスタイルを楽しみたいと思います。デコ出しでしょ、デコ出しさ、そうめっちゃいいってさ言われるけどさ、そうだよね、おでこ狭いのにでもデコ出しは、まあ、たまにするからいいんですよ知らんけど知らんけど、確かにね。でも髪伸ばしてて前髪ずっとおでこ出ししてた時も結構好きですよ、自分結構好きです。なんかあの時顔違うよね、親知らず抜いてすぐ顔。前髪伸ばしてた時期は親知らず抜いてた時期でしたね、懐かしい。その頃の自分の顔はなんかちょっと違うなと思う。ショルマイベントの時のヘアスタイル良かったですよ。なんか羊さんヘアみたいに言ってたやつですか。可愛い髪型して、でもいろいろこの前1週間の時のやつですよね。ショルマイベントの時、あの時いろんな結構ヘアスタイルをやった気がします。毎日違うのをお届けしたいと思いまして、はい腫れてたというか、いや、お湯知らず抜いたら顔変わるっていうじゃないですか顔変わりました、ちょっと。でまあこれからね、髪の後ろは伸ばすんでね。私短いのと長いのってどっちの方が大人っぽく見えますか。長い方が大人っぽい、いや短い方が大人っぽいか、普通に考えて普通に考えて でも伸ばすからね、もうアレンジができますね、レパートリーが。今ほんと何もできんからね、結ぶか下ろしかしかできんから、巻くのにもなんか微妙なすごい長さなんですよ。短いのとかでここ入ってるし、なんかこうね、もうボットがっつりウルフとかにすればよかった。もう今ほんとにできないんで、アレンジが何もできんので、でもこれから伸ばしたらできるのが楽しみです。長い方が大人っぽい、長い方が大人っぽいですか。153日目です、毎日配信、イエーイ。
ありがとう。イエーイ。ありありあり。そこに結ぶのはギリできる。今結べます。結ぶか下ろすしかできない。ハーフアップとかでもできるけど、本当凝った髪型はできないですね。短い髪の毛をちょっと入れてるからできちゃうんですよ。昨日もさ、あの劇場公演で髪結んでもらってたんですけど、あもう全然結べる長さみたいな風に話してて、だだ話して結んでもらったんですけど、まださ短い毛がさいくなりちょっとずつあるからさ、めっちゃ後ろの方いっぱいピン刺さってました。メイクさんがいっぱいさピンで止めてくれてました。外す時にすごい、あめっちゃピン出てくるなみたいな、いろんなところ止めてもらってた。すごいです。さすが。今日夢見るの動画が、新しい動画上がったんですけど、アップされたんですけど、あの撮影の時は本当に去年の10月とかに撮ったんですよ撮影。あのネムハムルーマーのジャケシャを真似しようみたいな時とかに撮った時の同じくらいなので、そうめっちゃ長いボブにするちょ、ほんとちょっと前とかです。何日か前、数日前、ボブにした数日前とかです。みんな見てね、夢見るの新しい動画、 YouTube 夢見る、 YouTube 夢見る。めっちゃさ、あれ意外と長いじゃないですか。面白かったな。私涙流しながら見ました今日。あ面白かったね。ユーナボギオさんと本当にさ話してたんです。えめっちゃ一緒やんみたいな。撮影もそうそう、めっちゃ10月とかにしてて、であげましょうみたいな、あげるのももうちょっと前から話してて、そうなんですよ。で最近になって、えみたいな、めっちゃ一緒だねみたいなのって、えこれまずいと思ってきた。まあね、撮影はすごい昔に撮ってたんで大丈夫だろうって。超考えること一緒すぎかよみたいなくらい。電車の中ニヤニヤしながら見た。あれはニヤニヤしちゃうよ。私はもう声出して笑いましたね。涙も流しながら。メンバーのことをまたたくさん知れた動画になりましたね。学友卒業前だと、そうだね、卒業生の名前は出さないね。こうやって今まだでも言ってさ10月だけどさ、もう今日こうやってさ動画見たら卒業生ばっかりになってるんだもん。意外と多かったよ私それな。めっちゃ考えて、あれはもう危機だったんでね、ポイントの危機、まあ、結局でしたけど。結局でしたけど、ね、いっぱい卒業しちゃったよ。面白かったな。もう夢見るの今までの動画でも結構こうトップに入るくらい好きな動画です今日の動画。
ぜひ見てください。めっちゃイラッとくるブーの言い方よ。めっちゃイラッとくるでしょ。問題ですね。ね。いやー、だってさ、みんながあんなに難しい問題出すと思わないじゃないですか。初のやつとか難しすぎん？でもさ、りんちゃんのやつとかいい問題じゃなかった？なぎちゃんだってさ、なぎちゃんはさ、あれはちょっとあれだったね。あれはまあ確かにでもお肉だけでさ、お肉のイメージ強すぎん？すごすぎん？すごすぎん？ね、みんなお肉って言ったらなぎちゃんがすぐ出てくるのがやばい。まあ料理と魚で分かった。え、分かったのすごいよ。それはすごいよ。だってさ、料理お魚ってきたらさ、料理とお魚が結びついてしまう。え、それはない料理でも料理でさ、確かにりんちゃんってイメージないかもしれないけど、私の中でりんちゃん、なんかまずりん、なんかメンバーから思い浮かべたんですよ。りんちゃんがまず出てきて、りんちゃんと言ったら、あ、インスタですごいめちゃくちゃ美味しそうな料理の写真あげてるな、あげてるよな、よくと思って、で料理です。でも料理って言ったらさ、やっぱ二人も言ってたけど、マリアちゃんとかサヤリンとかのイメージが強いじゃないですか。他にもいっぱいいらっしゃるけど、なぎちゃん肉好きだよ。めっちゃ好きだよ。超好きだよ。めっちゃ食べる。うん、でも魚はめっちゃいい問題の出し方したと思った。難しすぎたかなと思ったけど、でも初のが難しかったやん。確かに逆にあれのマリアちゃんだったら面白かったよ。あとバッチリメイク、バッチリメイク、え、なんかあれだったけど、二人とも微妙な反応だったけど、りんちゃん本当にいつもバッチリな状態で、レッスンもそうですし、なんですよ。私なんかもうすっぴんボサボサでレッスンなんですけど、いつもこんな自信満々に言うことじゃないですけど、ちゃんとメイクしてさあレッスンとかちゃんと行かないんですけど、なんかさ、前さ、そう、りんちゃんがね、あの AK ウィンゴさんかなって言ってたんですよ。なんかレッスンの時もちゃんと綺麗にしていきたいみたいな話をしてたのをすごい覚えてて、すごいなと思ったのを覚えてるんですよバッチリメイク。ね、女子力めっちゃ高い。りんちゃんのスピコ見たことないかもしれない。ちょっとこの毎日スピコで配信してる私の前でまあ私だから言えることですよね。いや、面白かったな。え、今日さ、めっちゃあったかかったじゃないですか。絶対花粉多かったよな。私昨日花粉の薬飲み忘れて寝ちゃったんですけど、だけど今日全然ね大丈夫だったの。なんかおかしいぞと思ったくらい自分でも、え、今日こんなになんかあったかくて花粉も絶対多いはずで、昨日なんか薬飲み忘れたのにと思ったくらい
大丈夫だったんですよ。え、もしや治ったのかな。バカ野郎。もしや治ったんですかね、私花粉症。ここに来て急に、え、急に。それはないと思うんですけど。もう花粉症なんてなりたくないよ。そんなことないや。使い方間違ってるから、使い方間違ってるのよ。それはに多いって言ってた。だよね。カテキンの薬、薬っていうかサプリ、最近あんまり飲んでないんですけど。あんまり飲んでないんですけど。いや、今日みたいな日が毎日続けばいいのに。逆に薬飲まないでみよう。いや、それは怖いな。それは怖いですね。普通に薬飲み忘れた日も地獄なんで。地獄の一日になっちゃうから、ね、まあ今日は奇跡の一日だったと思います。これがあと2ヶ月くらい続くということですよね。え、2ヶ月、いや、2ヶ月くらいだよね。うん、いや、カテキンのサプリまだ全然なくならないから。本当は1日に 3,4 粒飲まないといけないんですよ。飲んでないけど、まああと2ヶ月戦わないといけないんで。つら、こうやってさ改めて考えると本当につらいよね。ひどい。世の中みんな花粉症になってほしい。これはすごい意地悪な気持ちとかではなく、平等な世界にしてほしい。すごい悲しい。いや、でもこれはね、私だけでいいんですよ、こんな気持ちを味わうの。そうだそうだ、そうなんです。こんな、みんなこんな気持ちを味わう必要はないんです。こんな辛い思いはみんなはしなくていいんです。情緒不安って嫌だよね。治ればいいのに。注射しようかな、注射。みんな治る方がいいよね。そうだよね、みんな治ってほしい。花粉はなくせないから、花粉症花粉症というか、そのアレルギー反応っていうものをね、なくしてほしい。願いが何でも叶うって言われたら、いや、でもこれに使うのはもったいないですね。冷静。面白いな。そうだよね、そのうち治療方法見つかるよね。きっといい治療方法が見つかるよ。日々医療は発展しておりますから、きっとみんなが安全に受けられる治療方法が見つかるはず。そう信じて頑張っていきましょう。
もう40分だ。早いよ。ちょっと前髪めっちゃ変すぎて。今日ね、なんかね今日ね、さゆりのショールームめっちゃ見てたんですよ。ただそれだけ。でも本当に結構長時間見てたの。なんかウケる。さゆりには絶対言わないけどなんかさ、急不意にメンバーのショールーム配信、普段は全然見ないんですけど、そう、見ることないんですけど、不意に見ることあるんですけど、でもさ、やっぱなんかセイリンとかってずっとおしゃべりしてるじゃないですかなんかね、しゃべり、お話す、お話が上手い人のおしゃべりちょっとお話が上手い人の話って、そう聞いてて、なんかラジオ聞いてるみたいだったそう、めっちゃ長時間見てました。30分くらい、そんな見てないか分かんないけど30分くらい見てました。で、さゆりめっちゃ喋るって言ってたもん、ショールームで。ひたすら喋ってるみたい。あれ？でもさゆりはずっと喋ってるんですよ。普段もずっと喋ってますよ。ショールームでも喋ってるだろうけど、普通に普段でもね、めっちゃ喋ってます。ずっと喋ってる。喋ってる。うん。吉田普段喋らんですね。ほんと喋らん。自分でも思う自覚あるくらい喋らんですね。喋らんですね。ヒカルの前だけはめっちゃ喋ってます私本当にヒカルのトイレの時はずっと喋ってるんですよ。もう自覚あるの、本当に。普段全然喋んないなっていう自覚もあるし、ヒカルのトイレとずっと喋ってるなっていう自覚もある。絶対ヒカルに聞いたら、うん、そうって言うと思う。最近ね、思ったんですよね、なんかそう、本当一番ヒカルの前が喋ってます。なんかすごい仲いい地元の友達とかもそういるけど、地元の友達といる時も地元の友達にあんま喋んないみたいな、ずっと聞いてるタイプって言われるんですけど、ヒカルといる時が誰よりも喋ってる気がします。何を喋ってるのかも分かんないんですけど、多分中身が全くもう落ちてるんですけど、ヒカルも喋る、ずっと、うん、二人と喋り倒してる。ラジオっぽく配信してみたら、
え、なんかお題とかがあれあったら多分喋ると思いますよ。なんかパッパッパみたいな、なんですか、流れがあれば。でもその人、なんか友達といてもなんかわざわざ喋ろうと思わないんですよ。体力使うやん、なんか。意味わかんないよね。喋りたいと思った時しか喋んないんですよ、本当に。よくないよな。いや、別に悪いことじゃないと、何ですかね。心の中でとどめてる。なんかさ、おしゃべりな人ってさ、思ったこと全部言うじゃないですか、なんだ。わ、すごいとか。なんだろう、例えばさ、こうリップがあるとするじゃないですか。わ、すごい、なんだこの色、どんな色、なんか、そう、わざわざ反応するじゃないですか、思ってることを全部。なんて言うんですか。私は、もう全部心の中で、あ、わ、すごい、みたいなの全部、心の中で、声に出せないみたいな。なんとか、なんて言う、わかんないな。そう、わざわざ人に喋りかけないんですよね。難しいですけど、そう。めんどくさい。喋るのめんどくさい。どんだけめんどくさがりって思うんですけど。うん、ただひかるの前でめっちゃ思ったこと全部口出してる。どうでもいいこと喋んないみたいな。この何ですかね。やめず、何ですかね。説明が難しい。喋んない人。でもさ、ほら、あんまりこう本当には なんか言ってるんですけど、あんまり仲良く親しくない人となんかちょっと気まずいみたいな空気になるのを変えるために喋るみたいなあるじゃないですか。そういうこともしないんですよ、私は。だから本当にただただ喋んない人です。無口すぎる。いや、でもダメですよね、本当に。絶対に。ただ、もう、それすぎて、喋らなきゃいけない時に喋れなくなっちゃうからね。いかん、普通にいかん。気まずい時、なんかそう、言ってるんですけど、いつも気まずいと思わないんですよ。別に。みんな気まずいと思わないでほしい。気まずいと思わないんですよ。だから喋んないですよ。ループ。悪循環。いや、LINE もね、そうです。LINE が本当に。LINE 見ないんで。でも、LINE は、なんですか、お家にいないときが、お家にいるときが一番見ないんですよ。お家にいると本当に LINE、携帯をまず見なすぎて。見ないって何ですかね、見ないんですよ、本当に。そう、あと見て満足っていうのもありますし、LINE めっちゃ体力使うタイプなんですよ、 LINE。 これはもう絶対共感者いるはず。だってこの前誰かも言ってたもん。誰、既読スルーはしないです。既読スルーは、あ、でも既読いや、それは、あ、既読スルーはしようと思ってしてるわけじゃないんですよ。いや、でも結局してるやんって話なんですけど、あの、でもなんていう、そのさ、既読スルーにもさ、いろいろありますやん。めっちゃ弁解したい人みたいになってますけど、あの、じゃあ例えば私が明日、あ、なんだろうな、明日何時集合ねって言うじゃないですか。そしたら分かったみたいな来るじゃないですか。で既読するみたいな、それはまあ許せるでしょ。
え、明日8時集合ね、分かった、でわざわざ何も返せないよみたいな、え、それは全然ありますよね。まあ、それ、まあ、それはまあいいよって言われるんですけど、みんな結構さ、それでスタンプ送ってくれたりとかなんかあるじゃないですか。あかん、あかん、全然しちゃってるわ。で、完結してるでしょ、私の中では OK だと思ってる。それにわざわざ返信、なんかほら相手に気はもう気を使わせるかなとも思うんですよ。本当ですよ。相手によるか、全然誰にでもそうしてる。あとはもう全然普通に、あ、きど、そうね、普通にさメッセージ来て、あーはいはいはいで納得して既読するみたいな、返事せずに。ね、まあまあまあ既読つけるだけと思いますけど。超 LINE 苦手な人、 LINE 苦手なんですよ。苦手、信じて、何を信じてって感じですけど、でもすごい言われるんでね、気をつけようと思います。まあそもそも人とそんな LINE しないですけどね、あんまり。スタンプね、変なスタンプ好きです。そうだよね、やっぱメッセージだけのやり取りってね、画面上でのその文字だけのやり取りって難しいですから、もっと慎重に行うべきですよね。そうです。でも本当に私全然マジでめっちゃ仲いい人か家族かお仕事の連絡くらいしか LINE しないです本当に。まあ、それが普通か。そうだよね。うん、難しいよね。本当に一つ返信するのにもすごい考えて返信するタイプだと思うから疲れちゃう。うん、気持ち大切。そうだね。男の人に多いタイプか。めっちゃ言われます、私実は友達とかに、なんかドライ、ドライ、すごいあれですけどドライって言われます。そっちタイプだよねみたいな、 女子側より男性タイプだよねみたいな、友達とかによく言われる。うん。いいことではないのか。ドライ、ライン、ラインというかなんかドライだよね、人との関わり方。人との関わり方ドライみたいな、よくないわそれは。でもすごい、そう、あのね、人と仲良くなりたいみたいな気持ちはちゃんとありますから、
さっぱりしてる、そう、さっぱりしてるだけです。さっぱりしてるだけです。さっぱり、さっぱりです。さっぱりの方がいいですね。いやー、はい、あっさり、あっさりか、あっさりだね、さっぱり、あっさりだね。あっさりしてます、私は。でも本当の心はホットなので安心してください。ホット、ホット、ベリーホットなので安心してください。ありったけのハート。激アツです。もう54分だ、早い。 LINE の話をしてたらこの時間に。楽しかったね今日もな。ランキング読みますよ最後に。13位まぼろしさん、ありがとうございます。12位ひがさん、ありがとうございます。11位ぬっしーさん、ありがとうございます。11位ぬっしーさん。10位ジェリングさん、ありがとうございます。9位一瞬ほぼうしさん、ありがとうございます。8位関西えとしさん、ありがとうございます。7位天津風さん、ありがとうございます。6位まさやさん、ありがとうございます。5位ひでじろさん、ありがとうございます。4位ももかんさん、ありがとうございます。3位タートシさん、ありがとうございます。2位トリオエイジさん、ありがとうございます。1位ラボーナさん、ありがとうございます。ありがとうございました。おやすみ、またね、ありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。